さあ、処理。それでは今日も今日ってね、ポケットモンスター SVDLC、青の円盤をやっていきたいと思います。皆さん、青の円盤ストーリー楽しみましたでしょうか？大変感動させていただきました。ということでね、早速ね、青の円盤で登場するポケモンの色違いを厳選していきたいと思うんですけど、今回はですね、まず第1弾はですね、あるポケモンの色違い方法。まあ、かなりいいね。てか、めちゃくちゃやりやすくて効率がいい色厳選見つけたんで紹介していきたいと思います。今回狙っていくポケモンはですね、ビブラーバ&フライゴンになっております。フライゴンはね、マジで好きな人が多いんじゃないですか？まあ、ガブリアスに負けてしまった最強のドラゴンということでね、悲しき存在なんですけど、まあ、そんなフライゴンが好きでたまらない人がいっぱいいると思うので、今回はフライゴンの厳選方法を紹介していきたいと思います。ではですね、早速フライゴンの色違い厳選やっていきましょう。場所はですね、こちらになっております。どうぞ。はい、このブルーベリー学園のサバンナスクエアですね。サバンナスクエア。赤松くんが行ったところですね。このサバンナスクエアの周辺で色違い厳選をしていきます。ではですね、今回はですね、光るお守りとサンドイッチのパワーで色違い厳選やっていきます。まあ、なのでね、早速サンドウィッチの方を食べていくんですが、その前にしっかりレポートを書いておきましょう。まあ、レポートを書いておくのはね、30分で 色違い出なかった時とか、サンドイッチの作り方を間違えた時にね、やり直すためですね。さあ、領域の方が展開されました。ではですね、今回ですね、ここめちゃくちゃ大事なんですが、ビブラーバとフライゴンはですね、ドラゴンタイプと地面タイプを持っています。で、なんでナックラーを狙わないんだって話なんですけど、ナックラーはね、地面タイプ単体なんですよね。で、今回はドラゴンタイプの輝きパワーと遭遇パワーをつけていきます。まあ、この理由はですね、後々紹介していきますが、まずはドラゴンタイプのね、サンドイッチのレシピを紹介していきたいと思います。ピーマンスライス、赤パプリカスライス、黄パプリカスライス、そしてアボカド2つ。あとは生ハムですね。そして秘伝スパイスを2つ使うんですが、甘かける甘、甘かけるスパン、そしてスパかけるスパン、あの、組み合わせ以外だったら何でも OK なんで、今回は甘苦でいきます。では作っていきましょう。さあ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 皆さん、右上をご覧いただいてもよろしいですか？輝パワードラゴン、二つなパワードラゴン、遭遇パワードラゴン、それぞれレベル3でついております。ここまで来たらですね、準備はスーパー完了 OK です。ではですね、皆さん、周りをご覧くださいということですね。この BGM が素晴らしいんですよね。はい、こんな感じでですね、ビブラーバとフライゴンが、湧きに出ていますね。こんな感じで。まあ、なのでですね、今回、ピクニックリセットとですね、この走り回って色違い厳選する方法があるんですが、今回はですね、走り回って色違い厳選していこうと思います。もちろんね、ピクニックリセットが好きだぜって方は、ピクニックリセットでやってもらっても大丈夫なんですが、今回自分はね、走り回るのが楽かなと判断しました。まあ、この辺はですね、もうほとんどビブラーバとフライゴンしか出なくなってるんで、もうスーパーパラダイスね。この辺ね、どうやらドラゴンタイプのモンスターが、このフライゴン系統しかいないっぽくて、まあ、なんでですね、この、赤松くんのね、四天王がいた、ジムの周りをですね、走り回るだけで、簡単に色違いを狙うことができます。でね、今回ね、その色違い厳選の効率がいい特徴として、このビブラーバに関しましてはね、こいつですね。はいはいはい。でね、このビブラーバに関しましてはですね、群れ湧きすることが結構あるんですね。まあ、一気に5体湧くということで、一気に色違いかどうか確認できて、かなり効率が、いいです。そしてですね、ナックラー を含む地面タイプで、サンドイッチを作らなかった理由なんですが、この場所はですね、地面タイプのモンスターがフライゴンだったり、このビブラーバ以外に、サイホーンがね、出たりするんですよね。なんで他のポケモンが地面タイプで湧いてしまうんで、そのサイホーンの色違いを狙いたいっていう方はですね、一緒に狙ってもらった方がいいと思うんですけど、今回はこのフライゴンとビブラーバをできるだけ効率よく厳選する方法を紹介しているので、ドラゴンタイプの、遭遇パワーをつけることにしました。で、ね、そうするとね、ナックラーが出なくなっちゃうんで、そのナックラーの色違いが欲しいって方はですね、地面タイプでやってほしいんですけど、まあ自分はね、より効率がいい方を選びましたね。あとですね、そのナックラーが出ないことを利点としましては、ナックラーってね、その砂、なんだっけな、アリ地獄っていう特性を持ってるんですよ。この特性はですね、その逃げられなくなるんですね、一回遭遇してしまったら。まあ、なんで変な時間をロスしてしまうかなということでね、このドラゴンタイプのパワーをつける方が効率がいいと思います。群れ湧きしてますね。あ、ということでね、説明はこの辺ですね。これぐらいですね。どうでしょう。まあね、ぜひですね、 DLC の一発目、青の円盤一発目はですね、みんな大好きフライゴンで色違い厳選してほしいと思いますね。
今回ね、このフライゴもそのまま出るんで、一気にフライゴの色違いゲットできたりもすると思います。でね、このビブラーバとフライゴの色違いなんですけどね、結構ね、変わるんですよね。ビブラーバが普段はね、この緑青っぽい色なんですけど、なんとですね、オレンジ色っぽくなります。で、フライゴンはですね、逆にですね、青っぽくなりますね、さらに。まあ、なんで結構二人とも色違いが違うので、見分けやすいとは思うんですが、そのビブラーバとフライゴンの色がね、結構変わるので、注意してほしいなと思います。まあ、ではですね、まあ、大体紹介はこの辺になりますね。まあね、紹介だけしてもね、実際色違いが出ないって意味ねえじゃん。ああ、ということでね、まあ、私がね、体を張りまして、DLC 一発目の色違い、ビブラーバ&フライゴンの色違いを狙っていきたいと思います。実際にね、どれぐらいかかるかを測っていきたいと思いますね。では実際にやってみましょう。レッツゴーイングメリーゴー。おー、いた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 。皆さん見えますか？います。ちょっと空飛んでるんでね、ちょっとレポートしっかり書いておきましょう。一匹だけ羽の色が違いますよね。時間はですね、だいたいね、時間が見えない。何これ。22分、7分半で来ましたね。こいつ、じゃ行きましょう。早速捕まえていきましょう。かっこいい。やっぱいいっすね、フライゴン系統の色違いは。たまんね。ビブラーバの色がなんだかんだ一番好きかもしれない。でね、ちょっとね、捕獲しながら紹介していくんですけど、色違いを探すときはですね、この右スティックを押し込んでもらって、カメラを拡大にして、探す方が効率がいいと思います。あとですね、この草っぱらね、結構この辺広いエリアで、ビブラーバの色違い出るんですが、あの草木がね、短いところの方が、色違い探しやすくていいと思います。で、あともう一つね、注意なんですけど、ジムがあるじゃないですか。ジムにね、近づきすぎると、その街に入った判定になって、湧いてるポケモンが消えてしまうことがあるので、まあ、その時にね、もし色違い出てたりしたらですね、街に、ジムに近づかないように注意してください。オッケー、捕獲、よーし、DLC 一発目。まあ、実は一発目じゃなくて、冒険途中で、たまたまの色違い見つけてしまったんですが、まあ、俺の気持ちとしては一発目、ビブラーバゲットしました。はい、ということで、ね、無事色違い厳選の方が終了いたしました。ちょっとね、後ね、5分後ぐらい寝落ちしてしまって、結局ね、1匹しか出せなかったんですけどね。まあ、1匹目をね、こうやってフライゴンに進化させてみました。見てください。比べてみるといかがでしょう。なんかね、綺麗な、水色みたいなカラーになるんですよね、色違い。これ、ビブラーバからだいぶ変わってますよね。な、それがいいなと。これね、フライゴン色違い結構人気なんじゃないかと思いますね。まあ、なんでね、ぜひですね、まあ、DLC、青の円盤一発目はフライゴンにね、決め込ましてみてほしいなと思います。はい、こんな感じでね、かっこいいイケメンメガネって感じですね。今回ね、フライゴンの色違いが欲しいっていう感じでね、狙ったんで、そのナックラーはですね、出ないようなサンドイッチにしたんですが、もしね、ナックラーの色違いから欲しいなって方はですね、地面タイプの遭遇パワーをつけてみてください。そしたらね、まあ、他のポケモンも出ちゃうと思うんですけど、ナックラーの色違い狙うと思います。そしてね、まあ、ゆくゆくはね、進化させてね、こんな感じのかっけえフライゴン使ってください。対戦でもまあ、なんとか強くなれるんじゃないかと僕は信じています。ということで皆さん、本日は見ていただき誠にありがとうございました。まあ、これからもね、色違いポケモンいっぱい探していくんで、もしね、見つけてほしいポケモンとかね、こんな厳選方法があるよってあったら、ぜひ教えていただけると本当に助かります。皆さん、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。やーれんそーれん。